はやは権利か。たわいもない。下天にはびこりし残骸。すべて陸するのみぞ。信長様。誰ぞ。今この時に及んでも未だ知られず、行こう、一人帽子にふさわしき遥かなる古戦場へ参ります。私は、おや、鹿之助の姿が見当たらないようだが。うふふふ、こそこそ。来たな。僕は天子重雄氏見習い山中鹿之助。この砂が、あれ、なんだっけ。ビビるんじゃない鹿之助。ああ、なたの真意がまるで読み取れない。ムマシカにでも疲れているのか。あれがアマゴの重雄氏。キャツラを全員倒さねばこの地は落とせぬということか。逆らう者、従う者、等しく焼き尽くしてくれよ。あなたのお手並みしかと拝見させていただこう。おい、鹿之助のやつはどうした。今おやすかんが看病中です。みんながいたつけのに無茶しやがって。みんな安心してください。あるがまま、僕が必ず見つけ出しますから。それにしても先ほどの少年は一体何だったのか。引きずり込んでやるのさ、俺たちの砂の世界に。死に行くあなたが私を憐れむのか。私がどう使われようとあなたには関わりない話だ。いつか一人前の武将に、はあ、下手人。やったー、下手人を捕まえた。でも春様はいずこ。さっき鹿を見たような気がしたんだけど、こんなところにいるはずないよな。あの方にとってみれば勝負東京も大差あるまい。兵の動かし方が甘い。もう少し学びなさい勝家。はい。幾千もの夜と孤独がむせびなき砂の防壁は生まれた。あれ様発見。僕を総大将に。アマゴは砂と共に育った。我らの変わりだ。ああ、よく寝た。おやさん、なんでそんな怖い顔して。これはこってり絞られるぞ。おやさん、ほどほどにな。なんだ、
砂の壁の位置が変わっている。おやっさんすら寄せつけない危険区域、そこがそうだ。ひるむまいぞ。ひるめばそれと牙の位置だ。ああ、僕曲げちゃったんすね、あっという間に。重油脂も残りわずかです。もう一押しですぞ。すいません、おやさん、一人で勝手に出撃しちゃったりして。あなた方をいくら切ろうと、あの方の目に止まりはしない。あなたは今無力を知った。そう、それは門出だ。お願いします、鹿之助を無視しないでやってください。世の誘引を申するか、この不敬者めが。さだもらせんよ。でも僕、早くみんなに認めてもらいたくて、おやさんに頼らなくても戦えるんだって。俺たちも砂の無限郷へと消えていくのか。ちょっと待ってください。おやさん、オツの拝着。山中鹿之助、操作開始。おやさんと一緒なら一人前以上に戦えるんだ。ある。おやさん、分かったっす。下手人の正体は。いかなる言葉も、もう遅い。この心には届かない。なぜなら、とうの昔に私は止まっているのだから。ふん。くぐつが。思いのほか役にも立たなかったわ。Ha ha 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 ha!